プリンストンはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の13番艦。艦名はニュージャージー州プリンストンにちなむ。その名を持つ艦としては6隻目。アン、スパイ -1B レーダーシステムを搭載した初のタイコンデロガ級であった。プリンストンはミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で1989年2月11日に、 テッド・ホンツ艦長の指揮下収益した。収益後パナマ運河を通過し、ロングビーチ海軍造船所に配置された。1991年2月18日に、オペレーションデザートストームに参加中のプリンストンは、ペルシャ湾において2個の艦を機雷に触雷し、船体構造に亀裂が生じ、方向蛇と主軸部分を損傷した。船体後部の大きな損傷にもかかわらず、 前方の武器及びイージスシステムは15分以内に稼働状態となった。プリンストンは30時間後に止まり、その後ドバイで5週間にわたる修理を行った。応急修理が完了すると自力でアメリカに帰国し、本格的な修理を行った。プリンストンと乗組員は戦闘活動機賞を受賞した。1999年から2000年にかけてサンディエゴで、 完全オーバーホールを行った。ありがとうございます。